おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。米国でのソーラールーフの設置台数は3000台にとどまり、予測を大きく下回るとの調査結果を発表。テスラ、3月末までにモデル3の税額控除を縮小する見通し。テスラ株、今買うべき EV 株のトップである理由を示す一つのチャート、こちらの記事を紹介していきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 196.91 ドルとなっております。今週は190ドル台でずっと推移していまして、特に目立った動きはありませんでした。はい、ではですね、まず最初にテスラ米国でのソーラールーフの設置台数は3000台にとどまり、予測を大きく下回るとの調査結果を発表。こちらの記事を紹介していきたいと思います。ウッド・マッケンジーの新しい調査によると、テスラは7年前にソーラールーフを発表して以来、米国内で3000台しか設置していないことが分かりました。この設置率はテスラが以前ソーラーガラス、屋根瓦と呼んでいたものに対する指導と野望を大きく下回るものです。2019年後半、同社は毎週1000台のソーラールーフを製造し、2020年前半には毎週1000台を設置することを目標としていると述べていました。テスラソーラールーフの週平均設置台数は2022年にわずか21台でした。これは正直驚きのニュースです。テスラのソーラールーフには僕もかなり興味を持っていまして、アメリカでは売れているんだろうなと思ったのですが、意外と全然売れていないということですね。アメリカですが、調べたところ2019年にカリフォルニア州では建築基準法を制定し、新築住宅に太陽光発電システムの設置を義務化しました。該当法律には1戸建てだけではなく、3階以下の多世帯住宅にも太陽光システムを必須設置することが定められていますとありましたので、太陽光の設置は進んでいるはずなのに、テスラのソーラールーフは売れていないということです。この結果を踏まえると、日本での普及は難しい可能性が高いですね。日本での販売も期待していましたが、厳しいかなと思ってしまいました。では続きまして、テスラ3月末までにモデル3の税額控除を縮小する見通し、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラは1月から実施されている7500ドルの税額控除が、電池部品の調達先に関する米国財務省からの今週予定されているガイダンスに従って3月31日までにモデル3で縮小されると発表しました。財務省は金曜日までに電気自動車用バッテリーの調達に関するガイダンスを発表する予定で、一部の EV で利用できるクレジットに影響を与えることになります。この控除は最新のガイダンスが発行される前に納品されたものについては有効です。ということで、アメリカの税額控除に関する話題ですが、縮小することになりそうというニュースです。この結果を受けて販売台数が下がる可能性が出てきましたね。またガイダンスが明日発表ということなので、続報があり次第紹介したいと思います。まあ日本でテスラを欲しいと思っている方にはそんなに関係ない話ですが、テスラ株をされている方にとってはテスラの株価に影響を与えそうな話題ではあると思います。では最後に、テスラ株、今買うべき EV 株のトップである理由を示すチャート、こちらの記事を紹介したいと思います。こちらの記事ではテスラの使用総資本利益率 ROCE がフォードやゼネラルモーターズといった競合他社に比べて
著しく高いことを論じています。使用資本利益率とは企業の金融資産から生み出されるリターンを示す比率です。企業の利払い前税引き前利益 EBIT を使用資本で割ることで算出されます。テスラは他のどの企業よりも ROCE が著しく高く、リビアンのそれは現時点ではかなりのマイナスです。こちらがそのグラフになってます。紫色のこちらがテスラで 29% ですね。でこちらがフォードとゼネラルモーターズです。青色がゼネラルモーターズで 7.28% で、オレンジが GM で 2.96% となっています。で一方リビアンに関してはマイナスの 36.3% ということで、大きくマイナスになっているというチャートですね。で ROCE とは調達した資本が効率的に利益に結びついているかどうかという資本効率を見る上で重要な指標です。これがテスラはフォードやゼネラルモーターズといった競合他社よりも著しく高いということです。つまり ROCE が高いほど企業比較において収益性が高いことを示しているので、 EV 株の中でテスラに投資をすることをお勧めしますよという内容です。ということで今回はテスラのソーラールーフ、テスラのモデル3の税額控除が縮小するかもしれない、そしてテスラの ROCE についての記事を紹介しました。個人的にはソーラールーフの設置台数が予想よりも大きく下回っていたという記事が正直ショックでした。現在日本では販売されていません。この結果より日本での展開もまだまだ先になりそうだなと思いました。テスラのパワーウォールは販売されていますが、僕自身どうせならテスラのソーラールーフと一緒にと考えていましたが、厳しいかもしれませんね。将来的には電気の自給自足、これができる未来があるかなと思っていますし、僕自身も興味がかなりあります。僕が運営しているオープンチャットの方でも昨日この話題となりました。いろいろと情報収集して、我が家では太陽光を設置していないので太陽光の設置も踏まえて考えていきたいと思います。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援しテスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。先ほど少し話しましたが、ちょうど昨日は太陽光パネルについての話題が出たり、まあ毎日いろいろと情報交換しています。テスラ株をされている方もいらっしゃいますので、テスラ株の情報とかも交換したりしています。基本的なテーマとしては未来は明るいです。そのテーマに関していろいろと情報交換しています。ぜひ一緒に情報交換していきましょう。参加方法は画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい、今日で3月も終わりですね。明日なんですが、スーパーチャージャー巡りといいますか、広島の方に行きたいと思っています。福岡から広島までどれくらい電池が必要か、これを見ていきたいと思います。一応予定としてはいきなり広島に行くんではなくて、途中広島の手前側にある宮島に行って、そこで遊んだ後に広島市内の方に移動したいと思っています。この道中で電池がどれぐらい減るのか、これをね見ていきたいなと思っています。またそちらに関しても動画を撮ろうと思っていますし、 Twitter の方でも明日どのような感じなのかっていうのは投稿していこうかなと思っています。はい、では今週もですね、1週間ご視聴いただきありがとうございました。また来週もテラ情報をね収集してお届けしていきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。では今日も最後までどうもありがとうございました。素敵な金曜日をお過ごしください。ではまた。